小泉選手ユニ交換しましたか？しましたよ。写真撮ったんで、SNS にあげようと思います。明日あげようかな。じゃあもうね、あ、じゃあそれ全然触れてなかったけど、やっぱね、ヨシオもそうだし、今だとセレッソに徳間いたりとか、やっぱ野球の同期と試合するってやっぱすごい特別だし、試合やってても楽しいし、で今までありえないことにマッチアップしてるんですよ。俺がサイドバックやってるから。めちゃめちゃ楽しかったけど、めちゃめちゃうざかったっすね、やっぱね。なんか一番最初のシーンとか撮られたの あるじゃないですか。ほんと一番最初のプレーね、あれとか多分ヨシオじゃなかったら撮られてないんですよ。でもヨシオは分かってるから、俺が何するか。マジでだからマジでやりづらかった、ほんとに。うざいっすね、ヨシオ。うまいしね、ボール受ける位置がマジでいいから、そこ行ってくれてると助かるっていうところで絶対顔出してくれるし、でボール失う回数少ないし、運べるしね。でキックあるからね、両方。あのキックはね、行くの時もそうだったけどね、早く抜け出しやすいし、どこでも、どこでもっていうか自分のタイミングで抜けられるから、ずっと見てくれてるから、やっぱ両方足蹴れる選手ってそれはやっぱいいよね。どんな状況からでもパス出てくるから、マジでいい。吉尾はマジでマジでいい選手、本当に。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん